いやー、最近はですね、こう山の中に来るとカブトムシの匂い、カブトムシを飼っていた匂いがしますね。どうもご視聴いただき誠にありがとうございます。 YouTube です。今日はですね、4月の初めに、以前私の動画に出ていただいたシルエティさんからお誘いをいただきまして、オールジャンルミーティングというのに参加してきました。台数で言うと大体、1列が120台だったから、120、240、300、300ちょっと、300、20、30台の、愛媛県であったオフ会参加しさせていただきました。そこでですね、いろんな、アルトに乗ってられる方と、お会いして、楽しい時間を過ごさせていただいたんですけども、そこで、初めての経験をしました。でちょっとそれがですね、衝撃的に面白かったので、それを、話の中のちょっと後半でね、話していきたいと思います。まずはですね、先日お誘いいただいた、シルエティのシルエティさん、その後、皆様、はじめましてでありがとうございました。めちゃくちゃですね、緊張してたし、私普段仮面被ってますので、いきなりこのアウトできても、誰やお前っていう感じだったと思うんですよ。で、最終的にはもう金取っちゃえばっていう話もなったんですけど、私の都合上、どうしてもこの金は取ることができません。誠に申し訳ございません。今後ですね、自分のオフ会ではないんですけど、これから参加させていただく、アルトオフとか、今ですね、私金は被っておりませんので、その時はですね、ああ、あんただったのみたいな感じでですね、見ていただくと、嬉しく思います。で、話の本題なんですけども、私のチャンネルを見ていただいた方、愛媛県内でも、数名いらっしゃいまして、とてもですね、ありがたく思っちゃって、で私一つだけ、で、テレビでも見たことある、この人知ってるみたいな感じのことを、ちょっと心の中で、ちょっとやましいんですけど、やってみたくなっちゃって、初めて会った人の中で、愛媛県でミニチュブという方を知っていますかということを、喋ってみようと思って、あと、ワークスのやってる方がいらっしゃって、そのアウト、まあ、アウト軍団ですよ。アウト軍団の中に、ワークス乗ってる方がいらっしゃって、で、私の自己紹介もまだしなかった方がいらっしゃったんで、こう私は聞きました。アウト、RS、ワークス、まあ、アウトですね。アウトの中で、YouTube で一番視聴してるチャンネルは何ですかって聞いたら、何だと思いますか？これ意外なんですよ。これ本人様には伝えたんですけど、なんと、1位、黒電話さんでした。これなんでかっていうと、まあ、レッドワークさんでも、いろいろ愛車紹介してるんですけども、その中でも、黒電話さんの、愛車紹介。自分以外の愛車紹介動画を見て、ああ、こういうのもあるんだなっていうのを見てるって言ってましたね。その後に出てきたのが、ヨシさんの、吉野家さんの動画であったり、もちろん、あ、間違えた。1番が黒電話さん、2番が平和なアルトノイさん。これ絶対って、なんかみんな知ってるみたいですね。で、びっくりしたのが、吉野家さんの、動画。で、レッドワークスさん。で、私の、名前は出てこずと。これマジ笑っちゃう。あ、これか。これかっていう、感じをね、受けたんですけども。で、逆に、ミニチュブって知ってますかって聞いたんですけど、知らないって言うんで、あはははははっていうような感じで、まあ、みんなですね、この人っていう合図を送るんですけども、それはちょっと、どんな反応か見たくって、私が愛媛県でアルトで、YouTube、カーチューバーですね。カーチューバーやらせていただいてます。YouTube と申しますっていうことを申し上げたんですけども、その時まだ分かんなくって、チャンネルをですね、見ていただいて、あ、
ああ、初めて知りましたということもあって、いや、意外に意外だったんですよ。まあ、私もなんですけど、一番は、レッドマークスだと思ったんですけど、その方の、言う言葉は、一番が黒電話さんのチャンネルをよく見ているということだったんで、驚きを受けました。その後にですね、アルト軍団で、LINE を交換しまして、グループ LINE を入れさせていただきました。ありがとうございます。まあ、そんなこんなで皆さんとこれから会う機会がもしかしたらね、あるかもしれないんですけど、どちらかというと、みんなでわーっていう感じの日中ではございませんので、もしオフ会でお会いしても端っこの方でこう隅の方に寄って、こんなするかもしれないんですけども、もしお見かけしたらですね、声をかけていただくと嬉しく思います。なかなか自分からはね、言いにくいんですけども、ぜひですね、そういう機会がありましたら、楽しい時間をですね、一緒に過ごせるかと思います。今日はですね、オールジャンルミーティングに参加した時の話でございました。ちょっと話の流れが前後してしまったんですけど、最後までご視聴ありがとうございます。ぜひですね、評価、コメント、チャンネル登録、お待ち申し上げております。 YouTube TV スター、またお会いしましょう。バイバーイ。